受け入れて立ち塞がんなら斬る。お前が欲しいんだ。俺は欲しい。それだ。思い人は
一人にする。お前は自分の戦をするんだろ。時は乱世、ミッドランド王国とチューダー帝国は100年にも及ぶ長き戦いを繰り広げていた。戦を生業とする傭兵団は隆盛を極め、戦争は彼らのものとなっていた。ここにも戦に身を投じる傭兵が一人。首を上げた者には褒美は思いのままだぞ。工場兵器で城壁を越えるのだ。取り付く敵を排除せよ。おいおい、随分でかい剣だな。あんな長いもん振り回す気か。若いやつは身張りたがるから。バカが、ぶっ殺されっぞ。Yeah!
壁に登れ。上から侵入するのだ。ここは命の張り所よ。がっぽり稼ぐぜ。早い者勝ちだな。無様な戦はできぬぞ。
石器壊せんのか。大したもんだ。中の者がやってくれたようだ。全軍城内へ突入せよ。お先に。まずいぞって、あの三十人斬りの熊を素手で倒したという。どうした、頭を叩き割られた奴から前出ろ。あいつがあっちの稼ぎ頭か。勝負はここからぞ。よし、仕掛けるぞ。負けられるかよ。食えねえんだ。よかろう。見事奴を打ち取った暁には銀貨10枚、いや7枚だぞ。せこい野郎だ。するぞ。銀貨7枚でその頭を叩き落とされるんだからな。貴様のような鉄の青い若造が戦場に立つとは、そちらは相当の兵員不足と見える。おい、バズーソが押されてるぞ。クソ、いい気になりよって。へえ、すごいやつがいるもんだな。ねえグリフィス、あんたとどっちが強いかね。くだらないことを聞くな。グリ
ィフィスの方が強いに決まってるだろ。この腕前、誠に感服の至り、このバズーソー。